ふ。一体何が？わあ、何これ何これ、どうなってるの？ねえねえ、どうなってるの？うるさい、こっちは考え事をしているんだ。少し黙っていろ。だって見てよ、これ人間の手だよ。それに足もある。すごいすごい、まるで魔法みたいだ。人間の手と足？本当だ、俺まさか人間になっちまったのか？俺たち人間に？ああ、そうだ、きっと俺たち願いが叶ったんだ。願いが叶っただと？そんな非現実的なことが起きるはずが。いいじゃん、理由なんてなんだって。僕たちはずっとこうなりたいって思ってたんだから。ああ、俺はずっと人間になれたらって、人間の言葉で話ができたらって思ってた。俺も、すごい、夢みたい。あ、そうだ、人間になった俺、どんな顔かな。ユリ、俺どんな感じ？かっこいい？てめえ、抜け駆けしてんじゃねえ。姫様、何かご用は？俺、姫様のためなら何でもするから、遠慮せず命令してくれ。え、話せ？どうして？ユーリ、俺のこと本当にわからない？そっか。お前は図体がでかい割に存在感がないからな。もうやめなよ、涙目になってるのに追い打ちかけたらかわいそうじゃん。待て、ユリ。なぜ俺たちがこの姿になったのか、理由はわからないが、人の言葉を話せる今、お前にどうしても言っておきたいことがある。
二度と自分の命を粗末にするな。あの時ほど人間の言葉を話せないことに苛立ちを感じた瞬間はない。お前の横面をひっぱたいてやりたい気分だった。フベルトが投げた短剣で死のうとしただろう。父親の後を追いたい。お前の命はお前のものだ。さっさと死んで楽になろうだなんて虫が良すぎる。そうだよ、僕たちに逃げるだなんてそんなの聞けるわけがないよ。僕たちはみんな姫がいなければ今頃生きてなかったんだから。俺もお別れだって言われてすごく悲しかった。まだ恩返ししてないのに。言葉が通じたらいいのにって思ってたのは俺の方だ。俺姫様にずっと言いたかった。もっと俺を頼ってくれって、一人で抱え込まないでほしいって。ああ、おはーい。うん、たとえ姿が変わっていてもお前ならわかるだろう。姫様。何か聞こえない？気のせいかな、馬の蹄の音みたいなのが近づいてくるんだけど。いや、気のせいじゃねえ。俺にも聞こえる。フベルトの追手かもしれねえな。そんな顔すんなって。今度こそ俺がきっちり始末して姫様を守ってやるよ。俺もやる。俺も姫を守る。だから姫様は余計な心配しなくていいんだって。俺さ、はっきり言って強いぜ。俺も図体だけでかいわけじゃないってとこ見せる。やめておけ。今は戦力を分散させない方がいい。はあ？何言ってんだよ。さっさと勝っちまわねえといつまでも追いかけられるだろう。たとえここで追っ手を倒せたとしても、もしお前たちが怪我をしたり死んだらどうする？誰が彼女を守るんだ？それは。ねえ、逃げるなら早くしないと追いつかれるよ。行くぞ。うん。あれ、ちょっと待って。
逃げるって人間の足で走るってこと？それ以外にどんな方法があるんだ？めんどくさいな。空を飛んだ方が早いのに。だったらついてこなくていいぞ。お前はそこで寝てろ。ちょっと待ってよルード。ユーリ、おいで。走るの大変だから俺が担いでいく。いいから遠慮しないで。